はい、毎日学習課の林です。よろしくお願いします。今日はですね、どういう形でちょっとお話ししていこうかなって悩ましいところなんですけど、一般的に分かりにくいテーマで静止の絵を出してる方って結構多いと思うんですよね。で、多分マイナーな分野でやるってことはほとんどの場合は一般的に分かりにくい分野でやってるわけ で、一般的に分かりにくい分野で出してるときに、じゃあどういうふうな形でやればいいのかっていうふうなところをちょっとお話をできればなと思ってます。よろしくお願いします。で、いろいろ悩ましいところはあるかなっていうふうには思うんですけど、やっぱりこう例に出すとか、あと図解にするとか、そういうのってやっぱすごい大事ですよね。こう抽象的なこう概念的なことであっても、こう具体的にどういうふうにこうなんていうのかな、考えてやっていってるのかっていうふうなところを明示化できるようにする。それができるようになると誰が幸せになるのかっていうのを明示化できるようにするっていうところはすごい大事なところかなと思っていて、それがやっぱり静止というところの実学なのかなと思うんですよね。で、逆にこうその哲学的なことをやりたい人って、まずどっちの学部でどういうふうにやりたいんだろうみたいな話があって、例えば環境情報学部やったら、その環境っていうのを把握する上で必要な哲学とか、そういう形にするとある程度実利性は増しますよね。とか、その中で考えていくっていうのが一つあるかなとは思うし、あんまりこうそのいわゆる基礎数学とか基礎物理とかその哲学とか、そういうのはこうあんまりこうその雰囲気としてね、重んじられるキャンパスじゃなかったなっていうのは私は自分で実際通ってと思ったんですけれども、ただなんかこう必ずしもそうじゃないんだっていうふうなことが言えると全然違うかなっていうふうに思うんで、やっぱりこうそこを考えていかなきゃいけない。それができるかどうかっていうところが非常に大事ですよね。そこをしっかりやっていくっていうところがこれからすごく大きな鍵になってくるかなと思うので、やっぱりそこはしっかり考えていかなきゃいけないと思います。それができるかどうかっていうところが本当に非常に大事なことだと思うので、そういうところですね、しっかりこう考えてやっていくっていうのは非常に大事なことかなっていうふうには思います。あとはそうですね、そういうところがあったりとか、あとはそうだな、いろんなやり方があるかなっていうふうには思うんですけど、自分がそれに関してどういうふうな実践をしたかとかっていうのを紹介しても結構なんかイメージはつきやすくなるかもしれない。なんだかよくわからないっていうものを長々と解説してわかるっていうのはおそらくダメで、なんでか時間がないから、面接官とか、だからその一言で本当に例えばもう3秒とか5秒ぐらいでパッて言ってエレベーターピッチで言った、あ、いいねっていうふうになるものじゃないとダメだと。毎日学習会だったら毎日10分電話してサボり癖なくすんですって、これ多分5秒ぐらいですよね。3秒とか5秒ぐらいだと思うんだけど、そこをやっぱりパッて言える、ではなるほどいいねっていうふうになるっていうふうな、そのペップトークを、うちはその最初生徒さんが体験授業を送ることがあるんだけど、親御さんにそれ言った時に、あ、その塾いいねっていうふうになるようにしなきゃいけないわけだから、そういうふうに設計してるので、そういうふうになるっていうことがやっぱりすごい大事で、それができないとやっぱなかなか難しいんですよね。だからそういうところをしっかりやっていくっていうところが非常に大事だと思うから、ちょっとそういうところに関して改めて考えてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。